外務省の 対の一等席官とかそういうのをやって、で先ほど話のあったあのいろんな最後の郵政のトップまで行きましたけども、その間に沖縄の事務管理所長とこういうのをやっておりました。で私はまあいろいろ観光キャンペーンで、そのために彼に電話して、ちょっと沖縄でも徳之島のキャンペーンしたいと、そうしたところですね、まあ、私はちょこっと程度と思ったところ、皆さんパレット久保寺とご存知でしょうか。沖縄の国際通りと沖縄県庁の間にある広場ですが、そこになんと1000人近い人々を集めて、その徳之島のキャンペーンにですね、あのご尽力いただいたと、まあ、非常に妨害の喜びでありました。これそしてこの町内に帰ってきますと、まあ今皆さんも見ておられると思いますが、天城町の AYT テレビ天城、これはまあ当時3000ぐらいの市町村で50くらいしかないあれでしたけど、これの導入についてですね、まあいろいろ注意してもらって、まあ彼にいろいろまた教わったと、させていただいたと、まあ、こうして今日のテレビ天城がございますが、まあそんなこと、それからまたこの大きい話と別にまた、まあ、これはそのあれですが、やっぱり子供さんが大阪にいる、子供さんが東京にいる、鹿児島にいる、どうしても介護とか悩む都合で島に呼びたいと、まあ、これは客観的に見てもうやむを得ないと、そういう状況において、まあ、あえて私は彼とちょっと話し合ってきたら、やっぱり一応願いを叶えてくれたと、まあ、これは必ずそこにそのいろんな情実とかそういうのは叶わない、客観的な意味で彼が来てもらうと、まあ、そんなことやら、最後に一言、非常に徳田さんはさっき情報言ったけど、徳田さんも興味を持ってまして、ちょっと会いたいと。ということで、徳田さんと皇后と3人でお会いしたりとか、まあ、いろんな目もあったけど、まあ、彼の友達というのはですね、まあ、前の鹿児島県知事の伊藤雄一郎とか、あるいは後の厚生大臣だった舛添要一、これは東京都知事になりました。あと文部大臣だった鳩山邦夫とか、これみんな皇后の友達、友人関係です。まあ、そういう意味で彼もいろんな世界もありえたでしょうけども、そういうのを超えてですね、やっぱり彼は淡々と我が道を歩いてきたと。まあ、こういう攻防ですけど、先ほど来言ったように町原中以上にですね、尊重と町原口を使うと、まあ、こういう側面と世界に羽ばたく攻防、こういうのを思ってで、こういう機会を持っていただいた、まあ、俺たちの力はまた教育会にお礼をね、不正するお礼を申し上げて、まあ、以降を渡します。ということでございまして、陽一郎君が沖縄に来た時で粗相してないかと心配したんですが、あとね、何日か1週間ただで止めたというのは良かったなと思っています。あと息子がいてですね、今日も孫が一緒に来ておるような感じしますが、修介君が死んでそれはちょっと残念ですけど、娘が一人生き残りまして、めぐみちゃんといって孫が今二人おります。ですからいつも孫にこう言ったんです。島では猫のことを眉と言うんですよと、眉、眉がなしという人はいないかもしれませんけど、眉と言いますよと。今日島口テストもやってみたいなと思いますが、ブランコのことを何と言うでしょうか。わからない人だけ手を挙げてください白い白いブランコ、バチャラ口ではウジラジと言います。ウジラジ。あとですね、これはもう夕べテストしたんですけども、夜空を真っ黒にして飛ぶ鳥の集団を何て言うでしょう。ウトルーさんや今日の11月のこれから考えるときにね、空を真っ黒にして鳥が飛ぶんです、何て言うでしょう。
岩戸市や岩戸市、あ、知ってる人いますね。そういう言葉を大事にせねえかんのですが、私は言葉の勉強もしたいなと思うんですが、言葉というのは言霊の世界がありますので、死ぬ前にやるというのが普通でございますから、言葉の勉強を始めると死ぬ用意になりますので、それはまだしません。ですから、この黒潮文明論をよくお読みいただきましてね、これは数百円の金を私が出して買った本でございますから、200本を買ってですね、お配りしておりますので、ぜひ一書体に一つでですね、2人来てるから2冊持って帰るとか、そういうことないようにですね、お願いをしてですね、お読みいただければと思います。私たちがこの黒潮の島にいるということがですね、いかに大きなことかということをご覧いただいて、それで昔は旅のいでたちで、午前腕も奪ってその大和に行くということは苦労でございましたが、私はそういう苦労を知ってるから島に戻ることはなかなかしませんで、東京で大阪で世界でやるかと、こういうことでやってきましたが、内心はですね、もっと気楽に島に戻っとればよかったなと今日思うところでございます。昨日も朝飛行機に午後から乗ったのは夕方にもついてますので、ちょっと金は高いんですけれども、これだったらもっと気楽に来てよかったなと思って、今最近はもう仕事もほとんどなくなってきておりますので、これから島にも時々は帰ってね、天城町だけじゃなくて亀戸徳島町も行きたいしね、金見の灯台どうなってるかなとかね、インタブ岬はどうだとかね、あるいは明岩の森ってご存知ですか、インタブにある森、あれ天然記念物なんですけど、島の人はあまり知らないんですよね。ですからそういうことだとか、あとね、ハブの他に批判はどうなってるかなとかね、まあ、それハブの話すると危ないですから、英語でハブないというんですね、危ないこと私だから英語が上手だったと思うんですけれども、あ、そうだ、僕は英語が上手なんです、とても上手なんですね。それは島で勉強したから、大和口、鹿児島の中学校最初行ったんですけど、鹿児島弁と全然わからなかったですね。山内先生という先生だったら、It's raining と言いますね、雨降っていくと、女性中学校で、それは分かったんですが、あと鹿児島弁はわからなかった。だから鹿児島は6年間いましたけど、やっぱり鹿児島の感覚とはちょっと遠いですかね。まあ、友達もたくさんいますから、まあ、昔の薩摩の人と喧嘩するようなことはしませんが、時々島に電話かけるとですね、鹿児島弁で返事をする人がおられる時があります。その時は電話をガチャンと切るそういうことをしちゃいけないというのはよく知ってますけれども、そういう気分ではまだなってないから、ちょっと古いタイプになったのかなと反省はしております。ですが標準語は今訛りがありますので、まあ上手はできませんし、英語もあのアメリカ人なんか、稲村さん、あなたの本を読んでるみたいな英語だねと言われますけれども、本当の口語で話すことはできませんが、あと言葉というのは大事で、タイ語も少しできますし、あとドイツ語だとか、そういうのも一生懸命勉強します。あと島でもね、マチャラ口とカムジ口と違うしね、セングチとも違うし、アブキナとも違いますね。今日はですね、松林テルスケさんのアブキナの島歌十五曲集という本を持ってまいりました。アブキナの人と言われてください。この近辺だからたくさんおられますかね。この本ご存知ですか。今この方はお年取られて東京の所沢にお住まいだと言うべきしましたけれども、こういうことが大事だろうと思っております。古い歌、島で忘れられた歌を思い出して、好きな人、声差し上げましょうか図書館にあると思いますけどね、ということでございます。あとこのページにですね、2枚目に日本音階には4つの音階があって、徳島にみんなあると、まあ、なんとかもともらしく書いてありますけれども、これは堺雅子さんという琉球の音楽を調べた人が書いてあるんだけど、私は専門家じゃありませんので、それは丸口で言っていくだけで、徳之島には日本の音階が全て揃っているということは自慢に持ってください。
それで沖縄に行くと沖縄音階、琉球音階だけですけども、もちろん最近ではいろんな音階入ってますが、徳之島がその南の端、そして、南方系の音楽の北の端だということもご理解いただければと思います。あとですね、まあ、いろいろありますが、あと離島だという言葉は嫌いです。なぜかというと、離島はどこから離島だと、山手から離島なのか、薩摩から離島なのか、沖縄本島から離島なのか、こういう議論を巻き起こしますので、島々だと言っていただきたいと思っておりましたら、なんと天皇陛下、平成29年の天皇陛下はお言葉で、日本の各地、とりわけ遠隔の地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為として大切なものと感じていましたということで、辺地だとか僻地だとか離島だとか、そういう言葉を使っておられます。あと尖閣列島にチービシととかいろいろありますが、ビシというのはですね、満潮になると沈んで、干潮になると浮き上がる、その時波が干潮に立ちますが、そういうところをビシと言います。アイヌ語でも共通の言葉です。マチャラ口でフクロウのことを何と言いますか。テスト。フクロウのことを何と言いますか。チクフですよね。チクフはですね、実はアイヌ語でもチクフと言うんです。北の人たちもチクフと言いますし、与那国島でもチクフと言っております。ですからチクフというのは大きく広がる言葉で、昔から言うじゃないですかね。あれ、クロウサギは何と言うのか知りませんけど、山間美というのは昔いたんですけど、今いるかどうか知りません。あと、そういう共通語でございますので、私が言いたいのは、尖閣列島というのは中国のものではないと。ある国会議員がですね、記印書とか書いてあるから中国語じゃないかというのは違うんですよと、それは古い日本語ですと、ちゃんと覚えておいてくださいねと言ったことありますけれども、そういうことで、先ほど申し上げた硫黄取島というのは日本のものだというのと一緒、湯縄のものだというのと一緒、湯縄じゃない、山にしようと思うね、じゃないかと思います。まあ、取り返せないかもしれませんけれども、そういうことをされています。あとですね、島というのは女性が力強いんですね。その私のばあさんじゃありませんけど、船が沈むときはですね、カムチャイエルというんでしょ、船が沈むときは女が助けてくる、妹であり愛人であり、ね、妻であり女が助けると。船が沈むときは女が助けてくれる。ですから女性というのは決して男女平等とかそういうことじゃなくてですね、実は男よりも強いと、こういう文化が背後にあるように私には感じられてなりません。あと今、いわゆる どの辺回ってますか。ちょっと手を挙げてください。早く回してくださいね。いはいどこ行ってる。いやこれ帰ってきた。よかった。あとね、こればあちゃんの写真。これビアはですね、鑑定できる人がいたら筑前ビアか薩摩ビアか。これ結果は申し上げます。これはですね、こちら側が川村直川が東京帝国大学の学生だった時の写真です。これはばあちゃんが東京で撮った写真です。先ほど教育委員会の会を読んで有名な樹造家というのは徳三宝先生です。徳三宝先生は金工の人ですよね。徳三宝。徳三宝先生ともその面識があったらしくて、徳三宝先生というのは恐ろしく礼儀正しい人でですね、気やすい人で、人の世話をする人で、柔道の日本の行動館の四天王と呼ばれた一人ですから、相当荒くれた人のように見えるんですが、実は大変丁寧な人でですね、私の祖父は 祖母は私にね、徳三宝先生のように武道をやりなさいと言われまして、子供が武道をやるというのは非常に大事なことですね。私も今でもそうですが、変な外国人がいたりするとですね、一発投げ飛ばしてやろうかと思うときがあります。なぜかというと、私は子供の頃から柔道をやるとかいろいろ言われてですね、
柔道も知らないわけじゃないんで、空手もあまりやらなかったですけど、柔道はね、やって、途中でやめましたけど、子供に武道を教えるというのは大事なことだと思いますね。空手だとか、人をやってるというんじゃなくて、その修行して、丁寧な人で、決して相手を攻撃しないとかね、そういうことが大事だと思うんですが、そのばあさんがそういうことを教えていただきました。あとこれはですね、私の母親の短歌集です。今日見てまいりましたが、私の母親はそのこういう人で、その川村直子の娘でありますが、やっぱりおやじさんに、お父さんに捨てられたような印象を持ってたような気がしますね。片を台湾の地で出世してね、お父島に戻ってやっていましたから、ただ途中年取ってからですね、台北に行って自分のおやじのことを思い出したようですが、あと島に戻って、その今日私が言ったこういう歌を残しています。ふるさとと題しまして、寝姿山間近に仰ぐ川岸の小高き墓地に母眠ります。で、あそこ港川の川のところに私のばあさんの墓がありまして、これは私の母親が作ったんですが、そういうことで、ございました。これ写真見ますか？興味あれば返してくださいね。写真屋のマブイも一緒について回ってますので大事にしてください。あとですね、本の宣伝で黒潮運命論と、もう一つ本ありますけど、誰も買わない本です。でも買わない本ですが、島を早く出た本ですから、逆にその島がどういうことかというのを外から見ていて、客観的に見ているというところがありますね。例えば島でですね、貧乏な人が生活保護を受けている人がどのくらいいるかとか、子供でその牛が食えない子供が何人いるんだろうかと、先ほど言わした与一君が、上津小学校のうちの同級生が話してくれましたが、そのある灰原の町、上津島の南のところ灰原にですね、友達のうちがあって、その友達は弁当を持ってこないんです。ですから、なぜ私はその子供が弁当を持ってこないのかということを気にしておったんです。私のうちは会社でしたから、多少お金だったら飯を持ってこないのが楽だったんですが、一回うちに行ったことがありました。そしたらそこのお家はですね、食べるものがありませんでした。昔は米を食べるということもあまりなかったんですけど、そういうのもなくて何もないと、こうおかゆさんみたいなのを食べていてですね、そこで私は貧乏というのはこういうことだというのをよく分かりましたね、子供心に。ですからそれを直すということが一つの仕事になるんじゃないかなと思いまして、その子供さん、名前は言いませんけれども、ある時神戸へ出会いましてね、で、お坊、いやいや東大口じゃんちゅうがとこう言いましたら、で、いやいやどうしました、私は暴力団に入ったと言いましたね。私はつい、おい頑張れよと言いましたね。当時はそのただ金持ちの暴力団じゃなくてね、貧乏の人が入ったりするということはよくありましたから、私はそういうのを内散してるわけじゃないんですが、金がなくなったり食い物がなくなったりするとそういうことになりますので、やっぱり水準を上げるということが大事で、国内にその社会格差を作っていけないとか、経済格差を作っていけないとかいうね、そういう考えの持ち主で、そういうことで、いろんなものを書いたりしていまして、先ほどお配りした月刊日本という雑誌の編集員やったり、国際政治の岡崎研究所の研究員やったりしていますが、まあ、その肩書きはどうでもいいんですけど、そういうことで余生を過ごすようになりました。まだ完全な余生に至っておりませんが、間もなく余生に入りますので、次から来るときはね、先生などと呼ばないで工房さんと呼んでいただければ幸いでございます。私が年を取ってからですね、最近の情勢をですね、島茂俊さんという方が、阿邪魔で来ておられる、におられる方が、この人は千葉県警におられてね、警察官上がりの人ですが、
島に戻っている人が1分半紹介していただきますので皆さん拍手でお迎えください。高い席から実は、甲府さんとはですね、決勝退職してから島の集まり、天城町会とか徳之島町会とかそういう島の集まりで知ってですね、そこでまあ一個杯を交わしたのがですね、あの話を聞いてるうちに感動しちゃってね、涙が溢れてきたんですね。というのはふるさとの思いっていうのはやっぱり共通なんですね。同じ気持ち、それがまたすごい、またあの甲府さんっていうのは出会いはそうなんですけど、向こうの島の会でもやっぱり仕切ってもらっていろんな会に、で私が、私は実はあの3年前に東京から帰省して、素泊まり民泊をですねと農業で生活を営んでいる島と申します。甲府さんとの出会いはそのような島の集まりで知ったんですが、活動というのがですね、島のこの活動、甲府さんの活動っていうのはまず田んぼ巡りっていうのがあるんですね。それから東京技術塾を開きました。それからこれ一月にだいたい1回ぐらいかな、 ある時とない時があったんですけど、それに私も参加させてます。それから、出筆活動ですね。出筆活動、今甲府さんがおっしゃってるあの黒書房名の2冊と月刊誌の日刊現代っていうやつに投稿されてます。これらの活動っていうのはですね、やはりそれと他にちょっと違う、右と左を使ってるなと、右のと左のを使ってる方だなというのが序実は分かってます。 FB、ネット、Facebook でですね投稿されて、これがまた政界の方にも伝わってですね、やっぱり日本の羅針盤の役目も果たしているというふうに私たちから見ると、というのはですね、赤尾瓶さんって方が右翼という方でね、私がちょうど決勝で数寄屋橋で交通整理した時に、赤尾瓶さんって方が数寄屋橋で講演してたんですね、1時間か2時間ぐらいと。それに似た方がまた新橋でやってるっていうんで、あれと思い出して、まさしく右翼的な思想かなと思ったら、そうではないんですね。今おっしゃったように右翼じゃないです。しかし右翼と言われる人たちが集まってるんですね。右翼みたいな思想を持った人が集まって、決して右翼じゃない、そこに集まりというのは、総合先生もそうですけどね、田中さんとか、ね、やっぱり甲府さんの後についてあちこちを回ってですね、これは私が見た時に感じたのは、西郷内水さんがですね、やっぱり上陸した時のあの人が見た時に南州